いいぞ、貴重なチャンスが巡ってきた。おいデブリム、今魔法の言葉が聞こえたぞ。おお、ケイド、参加してくれるとは光栄だな。もちろんだ。おいガーディアン、貴重なチャンスの到来だ。デブリム、教えてやれ。ああ、レッドリージョンが基地の電力系統を強化したがってる。そのために一時的に予備電源に切り替えた。ってことはセキュリティを強化されるな。そこは問題ありません。付近にいるレッドリージョンがセキュリティキーを持っているはずです。それらを集めれば侵入できるでしょう。やりました。これで新しいアクセスコードを合成して中に入れます。敵を撃つだけで鍵を作れるのか。俺のゴーストと話をしないと。リージョンは警備に相当慎重だ。そのコードは長く持たないだろう。いいものほど儚いもんだ。急げガーディアン。バリアがダウンしました。ですが他にもあります。それも多数。なんだかめんどくさいな。もっと楽に進めないか。ほら、爆破するとか。あ、できそうです。ガーディアンらしいな。しまった、警報装置が敵の防衛隊とリンクしています。頭がいいな。じゃなくて最悪だ。リンクしてるならバリアを無効化してから警報が鳴るまでに少し時間が空く。ダメです。すでに援軍が来ています。心配するな。こういう時にぴっ二人のアドバイスがある。いつもの撃てばいいってやつか。ああ、なんて先に言うんだよ。
それで最後です。それからこのすぐ先に予備電源を検知しました。やっとか。破壊しろ。突然停電が起こればリンクされたシステム全てに負荷をかけられるはずだ。俺も一緒に行けたらな。爆発が見れたのに。楽しいことは全部お預けだ。突然停電が起こればリンクされたシステム全てに負荷をかけられるはずだ。俺も一緒に行けたらな。爆発が見れたのに。楽しいことは全部お預けだ。
バルのテクノロジーは電力変動に弱いみたいです。何か爆発したか？爆発だったのか？どうだった？今のはまあまあですね。普通です。これからは静電気でも使うんですね。なかなか寒いジョークだ。お前はどう思う、デブリム？俺はやっぱりこの言い回しだな。行動は言葉よりも雄弁に語る。特にお前の言葉よりな。おい、なんで俺が文句言われるんだ。さあな、人生最大の謎だ。